日が落ちそうな靖国神社です。フィリピンマダラカットでね、10月25日早朝特攻隊出撃80年の慰霊祭が行われて、フィリピンエキスポの理事らが参列してきました。で、鈴木伸之の名前で、献花をね、お花を添えてくれました。そのことをね、今日は靖国神社に報告に来たところです。ここが桜のね、中心ですよね。ここの桜が咲くと、開花予想となります。靖国神社に報告にね、来ないと。現地で特攻隊の皆さんの御霊慰霊されましたけど、やはりここの靖国神社の、しっかりとね、鈴木が報告することで、このマダラカットへの慰霊祭出席完了かと思います。いや、本当にね、皆さんご苦労さんでした。